アンティオキア公女案の紋章女案でコインブラは、ポルトガルアビシュ王朝の王族、ポルトガル王子、キプロス王国の王位継承者、アンティオキア女皇シャルロットとの結婚により、アンティオキア公の称号を名乗った。ポルトガル王女案一世の三男コインブラ公ペドロと、その妻で、ウルジェイハク・ジャウマ二世の娘であるエリサベの間の、次男として生まれた。父は、 老いのポルトガル王アフォンソ五世の摂政を務めたが、昇福の兄のブラガンサコをアフォンソに陥れられ、1449年にアルファロベーラの戦いでポルトガル王軍に敗れて戦死した。ジョアンも父の軍勢に従ったため、捕らえられて、無本人として死刑を宣告される。しかしオバノブルゴーニュ公爵夫人、イザベルの取りなしにより除名され、弟ーたちと共に、 ブルゴーニュ公社区領へ移住した。ジョアンとテイマイは、おばの夫である、ブルゴーニュ公フィリップ3世に庇護され、弟ジャイメは、アラス司教に取り立てられ、妹ベアトリスは、フィリップ全領公の老いラーフェンシュタイン教に嫁いだ。ジョアン自身も1456年に、金曜毛騎士団の騎士に助任されている。1456年、キプロス王ジャン2世の一人娘シャルロットと結婚し、 同王国の首都ニコシアに向こう入りした。神道は25歳、神父は12歳だった。同時に、ジョアンは、妻がキプロスを位い継承者として帯びていた、アンティオキア公の称号を使用するようになった。しかし、翌1457年、ジョアンは謎の休止を遂げた。死因は、シュート目の王妃エレニパレオロギナによる毒殺と噂された。聖教徒のエレニは、 カトリック信徒であるジョアンが、キプロス島内の親カトリック、親な天派の人々を支援したことを苦々しく思っていたためだとされる。意外は、ニコシアのフランシスコ会の教会に葬られた。シャルロットは1459年、ジュネー・ブ博、ルイド・サボアと再婚している。ありがとうございます。